ネズッポカは、鈴木目クネズッポアモクにと属する魚類の分類群の一つ。ネズミゴチニシキテグリなど、主にインド太平洋の熱帯域に分布する小型の海産業を中心に、少なくとも十0百八十二種が記載される。近縁の田舎ヌメリーカやハゼカとは、形態や行動が似ており、しばしば混同される。ネズッポカの魚類は、大半が海水魚で、 インド洋、西部太平洋の熱帯域に分布する。一般に、訂生性であり、生涯のほとんどの期間を海底付近で過ごす。砂底や岩礁を好み、暗礁に住むこともある。水深300メートルまでの旋回に生息し、主に甲殻類や、全虫、小さな無脊椎動物を捕食する。大きな胸びれは水深のために用いられる。 オスは特に縄張り意識が強い。錦色手りの産卵行動。ペアとなったシウは寄り添うように泳ぎ、卵と精子を海中に放出して受精させる。産卵の際は入念な求愛孤児が行われる。オスは自身の華やかなヒレでメスにアピールし、口を何度も開閉する。興味を惹かれたメスとペアが成立すると、 オスがメスを胸びれで支えながら、水面に向かって上昇する。水面近くの中層で卵と精子が放出され、受精する。卵は、浮き性卵で、プランクトンとなって深まで海流に乗って漂う。根ズッポカの魚類は、リトルドラゴンと呼ばれ、体色は一般に鮮やかで、複雑な反紋を持つことが多い。体は細長く、頭部は平たく縦平たし、口と、 目は大きい。側線は、頭部、体部ともによく発達し、鱗を描く。体長10から20センチメートルの種類が多いが、カリオニムスガーデナー、シーリラなど全長30センチメートルに達するものも、ある。一方、ヒメテグリミニシンカイロプスキヨアエなど体長2センチメートル程度で、成熟する超小型種も存在する。多くの種類が、 性的二なりを示し、オスとメスで異なる色彩を持つ。また、オスの方がより大きな背びれを持つ。すべてのヒレは大きく、よく目立つ。背びれは、前方のトゲ状部と後方の南状部に分かれ、トゲ状は、通常4本、南状は6から11本。尻びれのヒレ状は4から10本の南状で、構成される。オスの第一背びれは、大きく、 鮮やかな斑紋によって装飾されている。尾ひれの形状は、節型あるいは線形で、先が細く尖るものもある。エラの開口部は、非常に狭く、頭部の髪型にごく小さな穴として存在する。全災害骨に強靭な棘を持つが、災害骨、火災害骨にはなく、近縁の田舎のメリカとの明瞭な間別点となっている。 ある種ではこの棘に毒があると報告されている。元長蛍骨、後ろ側頭骨を持たない。尾骨は1体存在し、後ギ鎖骨は2個。過微骨は融合し、単一の骨盤となる。干渉魚として、個人のアクアリウムで飼育する場合、二式手繰などが最も入手しやすい。200リットル以上の大きなリーフアクアリウムで大量の岩を入れて飼うと良い。 飼育状態での産卵の報告は多くあるが、十分な餌を見つけるのに、かなりの量の砂場や岩場が必要であり、産卵や成長を見るのは容易ではない。鮮やかな体色とよく目立つヒレのため、水族館でも人気があるが、多くの種は変色で生きた餌しか食べないため、飼育するのは難しい。用意された餌を食べず、購入後すぐに植え死にしてしまうこともある。 天然で主要な餌となっている、貝足類や、短脚類が大量に生息できるように、大きな容器に入れて、飼うのが望ましい。アルテミアや網での飼育に成功した例もある。一本手振り。腹筋のヒレ状が、指のように有利していることが、特徴。花ヌメリー属の一種。本家魚類のオスは背びれに、鮮やかな反紋を持つことが多い根ズっぽかには、 ネルソンの体系において10属182種が認められているが、フィッシュベスには19属189種が記載される。ありがとうございます。